時代を超え、未だ世界中から称賛、崇拝される、日本が誇る巨匠、黒澤明。生誕110年を記念し、その幻の作品が今、ベールを脱ぐ。黒沢が叫ぶ。あの山が邪魔だ、どかせ。黒沢が叫ぶ。何年芝居やってんだこの下手くそが。黒沢が走る。黒沢が切る。巡り合う黒沢。お前は誰だ？俺は黒沢だ。じゃあお前は？俺は黒沢だ。何？俺も黒沢だぞ。襲い来る陰謀。あのビルが邪魔だ。これでは撮影ができん。動かせないか。それにはもっと大勢の黒沢が必要だ。手に汗握るアクション。ここは俺が取る。俺黒沢先に行け。黒沢どうするんだ。急げ、こっちは黒沢。走れ黒沢。胸を焦がすドラマ。黒沢頼んだぞ。バカ野郎、黒沢が死んだらこの映画は誰が撮るんだ。黒沢。そして頼もしい盟友との再会。行くぜ。黒沢明生誕110周年記念作品、七人の黒沢。2020年春、全国ロードショー。